ケニア航空431便墜落事故とは2000年1月30日に大西洋で発生した航空事故である。事故原因は失速警報の誤作動とそれによるパイロットの操縦ミスだった。2000年1月30日、ケニア航空431便はエアバス A310 から304で運航されていた。ケニアのナイロビを出発し、ナイジェリアのラゴスを経由し、 コートジボワールのアビジャンに向かう予定であった。しかしその日は砂嵐であったため、まずナイロビからアビジャンに直行し、その後ラゴスに向かうことになった。この事故はコートジボワール最悪の航空事故となり、2021年2月現在も更新されていない。さらに A310 型機の事故においても最悪のものとなっている。事故原因は離陸直後に副操重視が、 失速警報を止めるために降下させたことだった。実際には機体は失速しておらず、誤警報であった。実際、航空会社が使用しているフコムは、低高度でストール警告が発生した場合、安全な飛行経路の維持に直接的な脅威と、みなすべきであると述べている。差し迫った、失速の最初の兆候、または、スティックシェーカーの作動時には、スラストレバーを、 当該地にし、ピッチ角を下げ、翼を水平にし、スピードブレーキが格納されていることを確認する必要がある。調査では、パイロットの飛行がピッチ角を下げたが、エンジンに当外水力を適用しなかったことが明らかになった。しかし、乗組員が他の二つの行動を、すなわち翼を水平にし、 スピードブレーキが格納されたことを確認することを行ったかどうかを判断することができなかった。仮にこれら操作をしていれば墜落は回避できた可能性が高い。失速警報と速度超過警報の方が優先度が高かったために地上接近警報は墜落直前まで作動しなかった。昼間であれば外部視界を確認できたが夜間だったため機体はそのまま海に墜落した。 http://aviation-safety.net スラッシュデータベーススラッシュレコード .php id イコール2130から1ありがとうございます。